こんにちは、ガミくんです。今回は、去年の、まあ、最優秀か、まあ、優秀キャラトップ10かトップ5くらいには入るであろう、このクラピカさん。これ使ったら、まあ、ロコダキさん勝てるんじゃないのかなと思ったんで、これやっていこうと思います。まあ、ストック一発、ストックしたやつしか、ちょっと今、あれなんで、タイムシフトは、あれしてたんですよ。ケンパチ？ケンパチがなんか使えるよって昨日コメント欄で言われてたんで、ちょっと使ってみたんですけど、いや、むずっと思ってやめた。した！よし！よし、これでケンパチの強さは見られる。ただ、地雷巻かれたから、削りきれなかった。死ぬね。さあどうなるか。おお、よいや、まあ確かに、まあ降臨キャラだとすごい火力出るんですけど、まあやっぱりちょっと厳しいところがある。まあ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 、だからまあガチャゲンの方が当たり前ですけどいいから、うん、まあ多分誰か出すでしょう。ザラキケンパチが強いみたいな感じの動画きっと。まあ1個ぐらい動画挟んでおきます。 SS 使ってみたんで100点上だな。はい、おお、ここ毒です、毒で、嘘でしょ。でオールワンチあるから、まあ地雷が展開されても大丈夫で、ここの地雷は即死じゃないんで、多分2万くらいかな、2万くらいの威力にしかないから、まあハートとか状況次第では多分耐えられると思う。これ立て込んでいくか。おお、クリティカル。まあ、もう今回はもう、ストックだからやり直さないから。まあ、いいでしょう。で、2P だから、まあ、これでちょっと地雷の威力わかるか。あ、でも回復あるしな。まあ、見えるか。12000。おお、耐性あるから、あれだけど、まあ、耐性あるしね。あれだけど、まあ、それ差し引いても、多分15000ぐらいにはなってるのか。じゃあ、普通に木のワープくらいでやったら、連れて行っても大丈夫ですね。だからまだ、その、木属性でも結構難しいよっていう人は、木のワープキャラ、一体くらいなら多分連れて行っても、もしかしたらなんとかなるかもしれないね。ベルフェゴールとか。まあ2個あるし、2個あるからちょっと温存できる。これどうしようかな。まあ縦勘か。はいはいはい。で、1個だけ回収して、よしよし。で、これも薄くいって、まあ、回収しちゃったらしょうがないと。地雷無効化できるから、できれば、多くのキャラをね、このエンペラータイム状態にはしておきたい。よし、すごいいい感じ、すごいいい感じ。でもこれ4000持ってかれるからな、ニードルと考えると、よくよく考えたら使いすぎもちょっと怪しいのかな。毎ターン1万6000持ってかれる計算になるから、いや、やめた。ちょっとここでもう抜けて、3P で多分横貫すればきっと削り切れるでしょ。仲間を失うのは絶対に嫌だ。いや、さすが、なんかこう貴族性でめちゃくちゃ頑張った後にこっち貴族性とか使うと、まあ実質火力は3倍になってるから、なんかすごいね、あの岩の削りキッズとか思ってもそんなに大したことないね。ふさわしいかどうかを試す。で、これ多分鱗滝さん横貫すればいいでしょ。はいはい。で、鱗滝さん右下のターンでオールアンチじゃないや。あー、でもこれいらないかな。とりあえず1回はなしで。ちょっと使いすぎると HP の削りがやばいからね。おー、幸せ感じるわ。なるほどね。運営さんはこれを考えてたのね。あの、火属性でめちゃくちゃしんどかった後に、火属性やると幸せみたいな。で、多分次で、地雷が、あ、違うか。あ、ここか。左上か。左上で展開か。はいはい。で、オールアンチで。おぉ、強っ。で、オールアンチだから、あ、ニードル、ニードル、ちょっと、ちょっと、行く先、行く先で帰ってね。ちょっとこれは嫌がらせすぎるでしょ。で、2P が、そこでしょ。いや、今の嫌がらせやばかったな。通り抜けた後に、
切り替わってやってくるっていう。おー、つ強い。あれ、もしかしてそんなに SS いらなかった？さすが去年の優秀キャラですね。まあ SS 使っちゃっても使っちゃっていっか。まあ確かに鬼殺隊のもう仲間言ってるからね。だからこの考えと結構合ってるかも。HP がやばい。でこれ毎ターンね、エンペラータイム使うと4000ずつ1キャラごとに減ってくるんですよ。だからこの後また使うと1体で4000だから4 なので、まあ、新規の人は、多分、まあ、クラピカは、まあ、当たり前ですけど、持ってないと思うんで、まあ、もしね、フレンド欄とかで見かけたら、使ってみるのも、いいんじゃないんでしょうか。オールアンチで無効化できるしね、まあ、ニードルだけには、気をつけましょう、ということで。まあ、多分、これで終わるでしょう。で、これで横間で上がっていって、いや、結構あれだったね。意外と簡単だったね。やっぱ、火属性でめちゃくちゃしんどい分、火属性だとめちゃくちゃ簡単みたいな。